は、さあやです。いつも前髪を巻いているので気づかれてないと思うんですけど、私にしてはかなり長いです。というのも少し前にちょっと前髪伸ばしてみようかなって思ったわけですよ。2ヶ月は行ってないんだけど、1ヶ月以上伸ばしてみた結果、切ることにしました。ここぐらいまで伸びるまでのこの辛抱期間が私はどうしてもこう我慢できなくて毎回切ってしまうわけですね。やっぱり短い方がいい。というわけでね、この前髪と髪の毛を綺麗にしていただきたいと思います。では行ってきます。ちゃんと着替えるよ。ただいま。めっちゃ良くないですか。いや、なんか今回ちょっとね、髪色を暗くしたかったんですよ。あ、ちょっと待って、その前にこの買ってきたもの、今日はね、髪の色紹介したら新居でね、初の晩酌をしようかなと思ってコンビニに行ってきました。でもね、結構ね、品揃えが時間の問題でか、ちょっとあんまりね、物がなくって。私が今一番ハマってるアイスです。これね、サブチャンでね、やろうと思ったらね、まさかのね、録画ボタン押し忘れてて、ただ一人でカメラに向かって喋りながら食べてただけっていう。でさ、本当になんかおつまみ的なのがなくってさ、こうなんか生ハムとキュウリとチーズを買いました。あとお酒ですね。アイスだけ先に冷凍庫にしまってきます。ちょっと待ってね。というわけでですね、今回なんですけど、髪の色をちょっと暗くしようと思ってて、こんな感じにしようかなっていう風に見せた画像がかなり暗くって、いつもね、私は髪の色暗くしても安定カラーは明るいカラーだから、こうがっつり濃くしすぎてしまうと次の色がまた大変になるよって言われたので、私が明るくしたいと思っても明るくできる色にしてもらいました。ありがとうございます。もうめちゃくちゃ綺麗な、あんまりね、私ね、こういう系の色をしたことないんですよ。グレーとかラベンダーアッシュとかがすごく多かったんですけど、今回ね、ちょっとね、いつもと違う感じの雰囲気の色にしてもらいました。で、前髪もめちゃくちゃ長かったけど切ってもらいました。やっぱりこの視界がよく見える感じ、最高ですね。今回もですね、渋谷のリブルでやっていただきました。本当にいつもね、可愛い髪型にしていただいてありがとうございます。エクステの長さは若干前回よりも短いです。はい、じゃあね、私はもうお腹がペコペコなので準備します。私はね、とにかくお肉大好きなんですけど、最近お魚にもめちゃくちゃハマってて、もともと魚も好きやったけど、家でなんか魚食べたいみたいな気持ちにそんなにならなかったのね。お寿司は食べたいってなってたけど、でも最近めちゃくちゃ魚ブームで、お母さんがくれたね、これのサバの塩焼きを食べたらめっちゃ美味しくって、この最強焼きが一番人気らしいんですよ。1分チンするだけなんですよ。めちゃくちゃ簡単です。イワシのバジルオイル煮。じゃじゃーん！めっちゃいい匂いする。ほろ酔いでしょ？贅沢絞り。これちょっと飲んだことないんだけど。シミノフ。それでは皆さん、乾杯！ちょっとあったかいうちに。いただきます。あ、うまく割れた。一人暮らしを始めてね、いつもこう一人でご飯を食べてるわけですけど、動画を撮るっていうのはいいですね。なんかこう誰かと一緒にご飯を食べているんじゃないかみたいな気持ちになれます。最強焼き、いただきます。めっちゃ美味しい。なんかほんのり甘くて、いや、魚も程よくこう脂も乗っとるし、身もね、柔らかくてめっちゃ美味しい。このシリーズ全部美味しいかもしれない。で、これは地域の物産店がやってて、そこで買った。うん、美味しい。中身がこぼれてる。嘘よ、こんなことあるの。中にまだ生ハムと裂けるチーズがあるのに。キュウリ好きだから美味しいですね。なんかセブンのとはちょっとまた違う感じ。いや、めっちゃ美味しいな。お母さんにサワラが美味しかったことを報告しました。なんか生肉が食べたくて、ちょっと生肉が美味しいお店に行きたいですね。なんかたまにこうやってお家でお酒飲むのもいいな。例えば晩ご飯食べながらとか、なんかこう生配信しながら皆さんとおしゃべりするっていうのも個人的にすごくやりたくて、晩ご飯の時って私本当に寂しくて、いつも一人で、だからこの晩ご飯の時にみんなと時間を共有できたらすごい最高だなって。飲み切りました。
はい、というわけで今日は皆さん私の寂しい夜ご飯タイムにお付き合いいただきましてありがとうございます。もしね、私の寂しい夜ご飯に付き合ってもいいよっていう方がいたらグッドボタンお願いしますというわけで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。チャンネル登録お願いします。さやでした。バイバーイ。美容院のね、詳細は動画の下の概要欄に書いておくので、そちらからぜひぜひチェックしてみてください。